中国の経済史では中国経済の数千年にわたる変化と世界における中国経済の位置について述べる。上古時代の農業経済から数えると中国の経済規模は2000年間にわたり世界でも大きいものであった。古代の経済の清水は王朝の清水と対応しており、経済の中心については政治、戦乱、人口の繊維、農業、商工業、 交通の発展と深く関わっていた。歴史学者らは中国の経済重心が北から南に線ったことについて、まず古代から精神まで、次に東進から北宋、最後に南宋からアヘン戦争までの大きく3期に分けている。河南経済が完全に河河中流域の経済を超えたとされるのは、この3期に当たるとされる。 11から13世紀の草原時代において、農商工業の発展は目覚ましいもので、人層の治世以降には、講師や海士などの紙幣は、支線で地域的に発行、流通していたが、現代には、紙幣の流通は中国全土に及んだ。これは、交渉と呼ばれるもので、有効期限付きではあったが、工学決済が円滑に行われるようになり、その結果として、 中国の市場は長期的発展を遂げたが、同時に世界最初の破壊的な金融危機を引き起こした。草原時代は対外貿易が頻繁に行われ、金銀が大量に中国に流入した。明朝、新朝の経済において中国の経済政策は保守的なものに転換し、政府は長期にわたって重農そもそも小政策を取った。 解禁政策を行ったため、商工業の発展は限定的なものとなった。18世紀を超えると、西欧ではアメリカ大陸より大量の小麦などが流入したため、農業を放棄し、いち早く農業経済から農商工業経済に占ることができた。また、アヘン戦争以来の中国の小作人制度は、西洋世界による影響を大きく受けて再構築されたものであった。 新松民発において工業化や都市化は現代化の重要な過程であった。この時期、現在も工業が盛んな東部園海地区の発展が大きく、南北の経済格差は縮大したが、東西の経済格差が拡大したとされる。東部園海地区は現在も中国経済の中心地であり、新朝政府や国民政府は西方の工業発展に努めていたが、 内外には妨げる要因も多かった。1927年に国民政府が南京に党を定めてから1937年に抗日戦争が激化するまでの比較的平和だった時期を黄金の10年という。しかしその後戦乱の末、第二次国境内戦、中華人民共和国建国に至り、政局が穏やかになって後、経済は再び発展し始めた。 中国大陸の経済は中華人民、共和国建国初期には貫維しくなく、共産主義に基づく計画経済を実施したが、工業体制の発展は、ソ連の援助に依存したものであった。さらにその後の大躍進政策、文化大革命は、鉄くずの山と数千万の菓子者、チベット、ラサにおける人権問題に関するアメリカによる経済制裁を生み出し、その影響により、 数十年にわたって貧しい状態であった。1978年に東商平が提唱した改革開放では中国経済を計画経済から市場経済へと移行する方針を打ち出し外国資本の誘致と全次的な対外開放を行った。社会主義市場経済と呼ばれるこの経済体制を採用した結果2019年の GDP は100兆人民元を超え EU、アメリカに並ぶ世界三大経済体の一つとなり GDP においてはアメリカに次ぐ第2位の大国となった人口は約14億1人当たり GDP は1万276六米ドルを超え上中所得国の所得水準となっている東部に限って言えば1人当たり2万米ドルを超えているただし経済発展は 資源、環境汚染や貧富の差の拡大、不動産バブルや地域発展の不均衡、産業の高度化などの影響を大きく受けている。近年のグローバリゼーションにおいては、米中貿易摩擦や中国大陸への日韓や香港、台湾、東南アジアとの貿易が盛んになっている。現在の中国経済は世界経済の影響を深く受けており、 世界最多の中産階級を有し、アメリカに次ぐ世界第二の市場となっている。中国の歴史のルーツである郊外流域に栄えた小、州の時期、中国に農業主体の経済が流入した。春秋戦国時代の諸子百科の一つ、郊家は農業を本業、商工業を末業と位置づけ、その関係性について、茂本そもそも松を説いた。 この重農そもそも小政策は近代まで変わらず、中国の経済主体は農業であった。印象から男に至るまで、経済、政治の中心は共に、河北の冠中にあった。全冠中期には、江南一帯は、未開発地帯で、当時の長江流域の経済規模は、河北と比べてほど遠いものであった。陰台などに用いられた媒家。春秋末期の媒家。これはどう 包みが貝、い、当選。聖、縁、越で用いられた。古北省交換の矢チョコで出土した、古北省博物館所蔵のアリビゼに、祖で用いられた。春秋戦国時代において、青州時代に用いられた媒家に代わり、抽選が用いられるようになった。東側地域では主に当選が用いられたが、南方の諏訪江ではアリビゼに、新では沿線が用いられた。 真の統一戦争完了までは、このように国によって、貨幣や価値基準が異なった。関代の半量戦、年代負傷。新朝は、統一政策として、当選などを廃止し、半量戦に統一した。半量戦の丸板に穴が開いた形は、以降の王朝においても引き継がれた。この形状は、現在の日本国五円硬貨並びに五十円硬貨にも、見受けることができる。 他にも車機の統一、文字の統一などを行い、以降の中国王朝の繁栄の基礎を作り上げた。前漢時代に始まった経済政策には武帝による塩鉄潜媒制が代表として挙げられる。これは強度討伐などの費用を増税により賄うもので、この潜媒制については武帝の死後、議論を呼び、この議事録が塩鉄論としてまとめられている。他にも増収と 価格安定のため、金融法などを創始した。さらに武帝は、半量制を廃止して五主戦とした。五主戦は東大に廃止されるまでの長きにわたり、形を変えつつ用いられた。また、この時代に、経済は大きく発展したため、富豪が広大な土地を所有し、自ら堀や塀を建造して、それらを守り、場合によっては傭兵を雇うこともあった。時代は、 政権が弱まり、昇園性が没興しつつあったため、京距離線を悪用して、官僚となる豪族の台頭を許してしまった。京距離線は、秀子政による高級官僚の世襲を防ぐために、前漢時代に創始されたものだったが、この導入はかえって昇園性の強化につながり、結果として高級官僚を世襲する家柄を、疎漢戦争の元勲公営から、地方豪族へと変えただけとなった。 またこれらは東大に絶頂を極めた貴族のルーツとなった。五巻末には、戦乱と災害により下北の高地は、荒れ、三国時代の開始とともに、江南へと農地が拡大した。長江の流域は、それまで番や山越えと呼ばれる少数民族の地であったが、山間部から農地が開拓されていった。これは、下北の人口が減少、代わって、河南の人口が増加し、 それと同時に農業技術も難戦したからである。これにより収穫量が大きく増加したとされる。五種戦、年代不明。疑心南北朝時代は社会が大きく混乱し、金属貨幣の流通範囲も減少、また形や価値も多様化し、重さも変わっていった。前漢の部テーマでは半量戦、それ以降は五種戦が用いられていたが、葬儀では 葬儀五種、食官では、直百五種、孫悟では、大泉五百、大泉当選、大泉二千を発行した。これらは五種選を基準として、利ザを得ようとして懐中されたものだが、一時しのぎにしかならなかった。また、市中選にも五種選を基準として百枚相当の太平百選が発行された。三国の一つである義は、財政では、屯田制を基盤とした。 屯田とは国家が定めた人員によって土地の開墾や農作を行う制度であり、元代から行われていた。曹操は自身が五官の官僚だった196年から天皇部に農民の屯田を始めさせ、やがて職役れの国境では防衛の兵士が屯田に従事した。前者を民田室、後者を軍屯と呼ぶ。税制では 人頭税的な産婦に代わってとを基準にした、都庁という仏能をはじめ、農民の家族を単位にした税制が普及した。精神では、省縁を置き盤とする経済が大いに栄えた。天下統一後、提出、官僚が経済に関わるようになり、商業のさらなる発展を求めて、その拡大を促進した。その結果、豪王芝の部下に、 市場の仕入れについての記入を担当する者がいたと、されるほどの規模となった。しかしこの頃すでに経済の中心は、中原域から長江中華流域に先っており、最も栄えていたのが、健康で、次が考慮であったとされる。戦乱により抽選が不足し、貨幣の価値は混乱した。それに対し貿易は発展し、南北の貿易と海外貿易は、中央政府が掌握していた。 それにこうして、市営商業も発達し、公易により、食料、布類、塩などが、生活用品や写真品として運ばれた。公衆では、海上貿易が発達し、翡翠野菜、造毛や、香料や絹が取引された。精神は、支配地域を軍権制で統一した。儀で行われていた民田室を廃止して、軍権制に編入し、民田室にいた農民は、 一般戸籍に移された。土地制度では、伝寺の占有を認めた占い伝と、開墾と工作の責任を課された家伝が実施された。占い多制は、中国で初めて農民の土地所有を規制した制度であり、農民世帯が社会の基盤になり始めたことを表している。闘神は、江南における、精神の復活という面を持つ王朝だった。江南豪族の成長、 河北の動乱による流民の大量流入、それに伴う開墾によって、闘神の経済は成長した。長江の下流では尾光地を中心として、灌溉施設が建設されて農地が開かれ、並行して、低地の承諾地の干拓も始まり、河北からの流民が労働力として動員された。東神時代は、精神が八王の乱と鋭下の乱で滅び、河北を失ったため、 大勢の肝心が亡命してきた。一方で当時、河北にあたるワイガ北部にも大市が100余りあったと伝えられる。しかしこれ以降、河南が発展し始め、経済、政治、文化の中心が形成され、南に占理始めた。河南では開拓が進むとともに大土地所有も増えた。昭園には農地の他に山林や果樹園、養魚池なども揃い、 山川の産物は、鳥獣や魚介類、建築材、燃料などの資源に恵まれていた。王公貴族はそれらの産物を加工、販売するために田室、捨て、屋敷、屋などの名で呼ばれる施設を建設した。水筒の他に、麦が導入されて、穀物の種類が増え、麻と麻布や養蚕通り犬による繊維業も増加して腐白は重要になっていった。 新たな産業としては、陶器の生産があり、陸朝政治として知られる。原料の高領土と木材に恵まれた産地で、壺、瓶、碗などが大量に生産された。北朝の北儀は、五古十六国時代からの戦乱により、農民が流民となり、荒れ地が多かった。これを解決するため、農民の機関を奨励して、租税軽減も行い、産朝政を実施した。 農民の基幹増加によって土地所有者との紛争が増えたため、訴訟の解決と占有関係の整理を進め、近伝制を定めた。近伝制では有資格者に伝度の支給を行い、農民が占有する土地は、国田、桑田、浅田と居住地であり、国田によって、蘇、桑田、浅田によって、町を納税した。近伝制の内容は、精神の占い伝、 多勢を引き継ぎつつ、国家の土地所有をさらに強めている。また、大土地所有者の冷蔵化にあったものは、土地として国家が記録し、大土地所有者の権力を押しとどめる効果もあった。近伝性は、正義、闘技、北州、北西、隋唐時代にも引き継がれ、各王朝によって改変されつつ実施された。隋朝時代は、疑心南北朝に比べ商業が発達し、 その規模は広大なものであった。特に商業が盛んだったのは、長安と楽陽の二都で、世界的大都市でもあった。長安には、東西の市があり、東市は、都会として、西市は、遊な外人の居住地として、大いに栄えた。楽陽には、東の方と、南の大道、北の通園の三市があった。通り園には、文帝、陽台が築いた、 大運河が隣接しており、河北と江南を結ぶ物流でにぎわった。商人は雲のように多く、船は万を超える数であったとされる。江戸は江南の貨物の集積地であり、これも運河による物流で栄えた。江南には、千条軍、両軍、呉れ軍,軍、海警軍、あまり軍、東洋軍などの商業都市が栄えた。他にも生徒は、 破食地区の商業的中心地で、甲州は海外貿易の中心であった。当時の随の貿易政策は、再域回廊と海上貿易にあった。再域回廊は、ササンアサ、ペルシャ、東ローマ帝国につながったとされる。海上貿易では、東南アジア諸国や日本とつながった。特に、日本との関係は密接なものとなった。南北朝時代は、 貨幣の不一致が起こっていた。南朝領、南朝鎮では五種戦を用いていたが、峰南の奥地では米布地をなどの物々交換が依然として行われ、北西では常平五種、北州では永通万国、五行大布、五種線の三種、他にも火星の諸軍では最域の金銀貨を用いていた。随所期において各地では各々の貨幣を用いていたが、 581年に、文帝は、新たな五主戦を定め、先生を四金、二両と等しいと、した。また、古い貨幣や、市中戦の流通を禁止した。江戸軍では五郎、江夏軍では十郎、生徒では五郎というように、五主戦の鋳造にも、規定を加えた。しかし、幼代の頃に政治が荒れ、市中戦がばっこし、先生は一金相当となってしまった。この頃には、 てっぺんや比較、乗り紙が銅線に混ぜて用いられていた。それによりついには、貨幣の価値は軽んじられ、物々交換が優勢となった。その後隋は滅び、唐が立った。疑心南北朝時代は、米国ロモの物々交換経済に貨幣が導入されつつあった時代であった。619年に隋が滅び、その後100年間比較的穏やかな発展が続き、 元則の地勢においてはすでに随分定期の経済水準を回復させていた。しかし安史の乱により状況は一変した。7年2ヶ月に及ぶ戦乱は、河が下流域に大損害をもたらした。それに対し高南などが受けた被害は、軽微なものであり、南方経済が相対的に発展した。その結果、中国の古代経済の中心は、完全に南に占理始めた。 一方でそれと同時に、港南八道都市線において、河北の大規模な戦乱と、その他の影響により、農業や手工業の生産が発展を遂げた。港南での農業に関しては、四次産業のような農業所が出現し、肥料の導入、農具、品種、農薬の改良と進歩が起こった。東大の都市の商品経済は、黎明期にあった。長安、落葉を、義州、 清川郡、チェジュ古城、水曜郡、蘇州、蘇州、郡洋州、生都、公州、新洋などが地域商業の中心となっていった。当の国内交通路は世界的にも十分発達したもので、陸路は長安を中心として全国につながり、水路は洛陽を中心として大運河を通してつながっていた。当に、 駅単は1463箇所あったとされ、内訳は陸駅が1297、水駅が166だったという。商人らは赤棒に商品を保管し、そこに利益も蓄えた。交通も充実していたため、当中期になると官僚一族や職人は難戦し、超高流域の商業都市の発展はさらに加速した。国家財政は、 江南によるようになり、洋一駅にと言われていたが、江南最大の都市である、江波東道の蘇州の繁栄は、揚州や落葉を超え、長安に次ぐものであり、また河南で、唯一の最高等の州とされたお州には、天下一と言われる軍があり、東銀国用、多湿江南、江南諸州、蘇最大、とも呼ばれた。その他にも、江州や古州などが大きく発展した。 蘇州や洋州などの商業都市では、防止勢が崩壊し、夜市が出現し始めた。党は、世界で初めて手形を用いた国家とされる。非戦は、東大に確立された手形システムであり、講師、開始、交渉などのルーツとなった。これは、阪神が、管轄外への導線流出を防ぐ、金銭政策をとったことにより、非戦を用いて、 長安や落葉にある銅線の手形を交換することが盛んになった。こうして、唐の大都市の中には赤坊と非線が出現した。赤坊は寄付により成り立っていたが、唐末期の構想の乱と半鎮の構想により、その数は減少し、改元期の繁栄を取り戻すことはなかった。唐代には海外貿易が栄えた。8世紀後半には、甲州から、 マラッカ海峡を通って、インド洋に出て、セイロン島、ペルシャ湾、アデン湾や航海への航路が開けた。また、白木、日本との航路も活発となり、島の海上交通の範囲は新大陸発見前の世界のほとんどを占めていた。ユダヤ人、ペルシャ人、アラブ人といった中東の商人らは中国を訪れ、沿岸部の甲州、公州、泉州、名州、 幼州などの港は船が頻繁に通るようになり、外国貿易の重要な拠点となった。さらに外国貿易が盛んになると、唐は四白市と呼ばれる特別な館長を設け、そこで調整した。外国貿易の数はさらに増し、成長し続けた。また、中東頃になると、ナ南の経済的地位が向上したとされている。唐末から北総にかけて、 小園は栄えていたが、大半は地主の自営農場であり、小園の経営方式は統一されたものではなかった。私役するのも奴隷や労働者、小作人など様々であった。宋代に至ると奴隷を用いる農場は少なくなり、小作人を用いる農場が全増した。北宋末期には雇用性の大農場も減少し、伝古性が一般化した。唐の後期には、 官僚地主は土地を次々と没収し、近伝性は崩壊した。そのため都市部に代わって地方の田や住宅などが拡充した。峰南の節土市の一部の高陸別業では7000の穀物の山ができたと記されている。またこの頃は、僧の門の乱伝三層、大井の口層などが有名な大小園となっており、江南軍師の僧達をは、 三笹にあった別荘には使用人のリ誠が何度も往復したとある。また、高宗の時代には、王宝翼が、壁地の田を数十五六回託し、矢を作って竹焼を植えたとある元宗の御琴のりには、王公百貫及び不豪の家日置商殿、欲しいまま行、兵とある。安氏の乱後、近伝性は、完全に崩れ、商園経済はさらに発達した。陸に家は、 今、制度多郵瓶、強尻、海、星いまにま相動無腹半縁、不社見地数万世、貧者むずがた足縫いと述べた。当代には、僧侶も大土地を所有しており、木原軍の最佐都市の僧は正殿に常駐し、その蓄えは非常に多かったとされる。また、少林寺も、柏屋僧を持ち、その大きさは十五路以上に及んだとされる。また、戸番が滅んだ後、 その地の宗派は領土を分割し、政教合一によりより多くの荘園を生んだともされる。税制については、近伝性が武州の末頃から瓦解し始めたため、以後の塔やその他の王朝は近伝性やそれを背景にした素養調整に代わって両税法を用いていた。また当時の北総では、五代十国時代からの各国の経済や文化の進歩、発展とそれによる、 新しい、様々な商工業種が、外国貿易をより盛んにし、泉州や名州、公州などの通称が栄えた。これらの都市は、南宋以後、より貿易が、盛んになった。しかし、元が許可なき貿易を取り締まるようになり、その後解禁が行われるようになると、対外貿易は萎縮し、秋夜には、完全に停止した。そうし、列現代96には、国家根本、 青久級盗南とあるように、中国の経済の中心は、北総中期から南に線立つつあり、成功の変により、南宋が離岸に見越して、政治の中心も南線し、大勢の亡命者が南へ逃れた。南宋政府は、政権の安定に努め、生産力回復と農業生産増加に尽力した、河南の労働力を最大限に活かすため、少々工業者なども暮らせるようにした。 対外貿易では、南総側にあった泉州、広州、明州が、対外貿易の拠点となった。南総模試白紙の最高収入は、北総時代の4倍以上、南総政府の収入の5%にも相当したという。この時期の特徴は、南方経済が発展し続け、政治、経済の中心が共に南線したことである。北総戦、南総戦壮大、特に、 北総大には大量の銅線が発行された。北総では年平均200万巻が発行されたとされるが、南総では年平均十数万巻の発行に減ったとされる。また、四川などの比較的西側に当たる地域では、聖火などへの銅線流出を防止するため、鉄線が用いられた。鉄線は、銅線と比べ、実質的な価値はかなり低く、持ち運びに難儀した。 このことが後に述べる自然地域での手形、紙幣の始まりにつながった。額面7万7千線の孔子孔子の起源は、石棒での預かり手形で、手形が現物同様に交換されていたことに端を発する。孔子開師、石子などの手形が発行され、発行主体は孔子式と呼ばれた。さらに、自然地方では、銅産出量が少なく、 当選不足を補うものとして鉄線が用いられたが、鉄線は実質的には10分の1ほどの価値しかないため、北宋時代に生徒の16の講師式が鉄線とその打換権を発行した。しかし、この講師法は不当たりを起こして崩壊した。北宋政府はこの発行を引き継ぎ、本線を36万巻、発行限度額を125万四願として、 紙兵として運用した。これが紙兵の創始である。しかしその後、真相が発行限度額を倍に増やして、以降は再現なく発行するようになり、基礎の知性には発行額が2600万巻となった。打艦はすでに停止され、額面一巻が税に十数分程度としか扱われなくなった。その後は繊維を発行したが、 南宋時代にはこれも信用失墜により、開始に変わった。現代の経済は農業を主としたもので、生産技術、作付け面積、生産量などはさらに増加した。またこの時代、貯水池の建設や、面火栽培の開始などの大発展を遂げた。モンゴル人が草原にいた時期は牧畜による単一経済で、国際的な取引の依頼も比較的多く、 重能そもそも少子層に染まっていなかったため、元はあまり商業を抑制せず、商品経済が繁栄を極めた。これによる効果もあって、元は世界一裕福な国家の一つとなった。元の首都は大都で、元は当時の世界の商業の中心地であった。商品の交換に便利だったため、大元政府は世界初の完全な打艦紙幣流通制度を作った。 中国史上初めての紙幣の時代は、欧州よりも400年以上前のことであった。また陸路や河川、海上交通が大きく改善された。資源通行宝賞とその原版。上段左の欄にパスパ文字で、資源宝賞と書かれている。匠都政は現代の思考業制度の一種である。匠石制とも、秋代では現代の匠都政を受け継いだ。 元大将戸製では、手工業者を匠石に編入し、後部がそれを管轄、官営の工場にて労役を敷いた。明大将戸製でも根本は変わらず、匠道を設けて、職人を後部に連続させた。これにより、戸石は、軍石、民石、匠石の三種に分かれた。匠石では、手工業者を管轄したが、軍石に属資格との支援所管轄の軍機局に、 服役する者は、軍匠を称した。法律上の地位は特殊な戸籍である軍籍や、匠籍は一般の地位より低く、摂取されるものであった。またこの維持を容易にするため、文とは認められず、軍籍、匠籍を脱出することは極めて困難で、皇帝による特別な許可を要した。また、匠籍、軍籍のものは、試験において、文官となることもできず、和反匠として、 無償で、輪番制の労働を強いられた。しかし思考官による管理は弱まり、交渉は怠けたり、逃亡したりという手段を使い制度に反抗し、明政府は商品経済発展に適応した銀による賃金支払いを始めた。1562年、和藩匠は一律に政府により銀で雇われるようになった。このように和藩卓は、明日もに消滅し、 匠席にあるものが自由に商工業に従事できるようなり、人身を束縛する要因は弱まった。明中期には匠役改革により民間市工業の発展が促進された。新代になり450年にわたって続いた匠都政は正式に終了した。大民通行宝賞。世界史上最大の紙幣。主現賞は後部年間に 民力休養政策と荒地への開墾移民政策を実行し、派遣した国湖間の下、水路の建設をさせ、並びに工作省令のための減税を行い、屯田政策を実行させた。屯田の面積は、明前度の作付け面積の10%となり、政府は、塩引きという塩の専売所を売り、商人を塩と共に食料を内陸部に運送するよう促すことで、 国内の食料需要を満たした。一部の市大部は、千倍賞の売買により味を占め、また小た樹、捨てる樹、おさむ賞というような現象が発生し始めた。主工業の面においては秋代は依然として、現代の匠石製を継続し、江南地区の代表的な手工業は、高度に発展し、松江安府は、前世紀には点三万丁の食器を有し、南京一帯には、 多くの当事省が年間100万の時期を生産し、生産方式は不器有法が、すり油法にとって変わり、均一な光沢のある有薬を施せるようになった。スペイン・ポルトガルによる銀流入の経路明朝を建国後には、前期和光の弱体化を図るため、強い解禁政策が実施された。これにより、超高一元体制が取られるようになり、 諸外国は長江以外での貿易ができなくなった。このことで、琉球王国などが長江で手に入れた中国産品を他国に輸出することで栄えた。また、前期和光に対応するため、日本の足利義満に対して、観光貿易を認める代わりに取り締まりを強化するよう求めた。その結果、前期和光は縮小した。しかし対外貿易について民間が、 一切の貿易を禁じられたため、違法な死亡益が横行した。しかし1567年、明朝政府は解禁を廃止し、スペインポルトガルから大量の銀の流入が始まった。このことに加え、後部年間の宝賞被災挙否発行の大民、通行宝賞が紙幣として失敗したことが作用して、貨幣体系は銀本位制に向かった。 当時の世界の銀需要の3割は中国にあり、解禁の廃止で対外貿易が復活したため、銀の使用が主流になり、内閣大学士であった長巨星の改革の一つとして、一条弁法が始まった。これにより、秋代では政府でさえも銀を用いて経済活動を行うようになった。秋代経済の特徴の一つは、常鎮経済の繁栄である。 運河沿線の商船の往来は絶えず、周辺の西ネ年府、ワイアン府、洋州府のような都市がとても発達した。東南地区からの商品により経済は繁栄し、全国の物品の集積地となった。火星万歴年間には各地の剣士、主肉、野菜、果物、タバコ、農作物、磁器など数えきれないほどの産品の輸出口となり、同時に、 大量の外貨収入や欧州産の金、アメリカ大陸のタバコなどの輸入製品が手に入った。民進時代、中国には十大商団が形成されつつあった。その中も新商、貴商は中国の金融業を、商、牛商は外国貿易を掌握した。これらの商人団は、会館や工場主要都市に建設し、工場を行った。また、 新朝政府も一時は解禁政策を実施したが、台湾の直接統治開始以後は解禁を解いたため、宴会貿易が活発となり、貨幣については、銀動領本位制を採用した。後期年間末には、民乱を防止するため、均衡政策を行ったため、商工業の発展にある程度の支障をきたした。近代の中国経済の発展の特徴は、 全地球規模の資本主義経済の体系に全時的に参入したことにある。信頼中央には対外貿易活動が盛んになり、最初は甲州一市のみの貿易だったが、アヘン戦争以後に沿岸各都市に広がった。上海、天津、ネーハのような都市などが代表的な例である。新末には新興工業が盛んになったが、それらが沿海部に集中し、 今日の生産規模ほどの開発が行われ、世界にその商品が展開されるようになった。そのため、世界の工場と呼ばれるようになった。同時に、1850から1860年代に、かけての第一次、第二次や変戦争、太平天国の乱の影響は、中国の伝統的な商能経済を少しずつ解体し、沿岸部から通商が行われるようになり、 大量の自由な労働力が生まれ、この労働力を基盤に中国資本主義の発展が支えられた。中華民国建国初期、金融市場や貨幣流通はかなり混乱した。全国各地で貨幣が渡しされ、高洋、丹人、本洋などの外国の銀本位ドルや、関東、湖北、江南、安紀などで鋳造された吉林化、東山庄化、方店化、さらには、 民国造幣局か、平安か、新朝銀貨など流通する貨幣は数十種あり、この多様さが経済交流と経済発展の障害となった。1912年1913年に中華民国財政部会領事、設立平成委員会はこの平成上の問題について論議したが、結果なく3回となった。1914年2月17日、 国兵条例が交付され、中国が銀本位制を採用したことが規定され、銀元を国家とするよう定めた。1914年12月と1915年2月、天津造兵局と江南造兵局は統一貨幣を鋳造するようになり、民国銀猿が成立した。1935年から国民政府は新しい札間の法定貨幣を発行し、 中国で500年にわたって続いた銀本位制を解消した。しかし大量に発行したことにより悪性インフレーションを招いた。1948年8月からは金円券が発行され始めたが、1949年7月に流通が停止した。10ヶ月程度の流通であったが、インフレーションのために2万倍以上の通貨切り下げを行い、 大陸民の経済損失はとても大きいものであったため中国国民党は支持を失った1949年7月中華民国政府は禁煙権を廃して禁煙権を発行したしかし禁煙権の発行と同時に中国大陸の政局はだんだんと変わり禁煙権も民国と共に勢力を弱め価値は大幅に下落したそして最後は 中国共産党の発行する人民元にとって変わられた。1949年の中華人民共和国成立後、中国大陸ではソ連のレニン時代の新経済政策に似た政策が実行され移行期間の可変性とされた。1956年に社会主義への改造が完了した後にはソ連式の高度集中の計画経済体制が実行された。 この体制により経済発展が進むにつれ、国民生活は悪化の一途をたどり、大躍進政策、文化大革命により、経済発展とともに、国民の生活水準が上がったが、収入が増えなかったため、かえって生活苦に陥る人も多く現れた。1978年、東昌平は中国大陸で改革開放政策を実行した。 それまでのソ連式経済体制は、経済発展に対応できず、依然として政府が経済を支配する日韓に似た経済体制を採用した。その改革のもと、第二次土地改革が実施され、生産責任性が農業が施策者性にとって変わり、国有企業にも大きな自治権を与え、合陳企業が生まれた。また主人が、 復職などの軽工業企業を使有することが許可され、同時に国内に大量の外資を誘致した。この経済体制は1992年以降、中国政府により中国の特殊な社会主義市場経済体制と呼ばれている。改革開放から40年近く発展し、その間中国大陸の経済は急速に拡大した。GDP は年平均成長し、 世界でもトップレベルの経済成長を誇った。ついに2010年には日本を抜き、世界第2位に躍り出た。一人当たり GDP は1979年の275米ドルから2019年には1万276米ドルに成長し、対外貿易の規模は世界一となった。また220種の製品について、生産量世界一。 世界経済の成長に対する貢献度世界一となり、2019年には外貨準備口は3兆米ドル前後となった。また2014年の国内 GDP は世界に2つしかない、10兆ドル国家となり、2019年には14兆米ドルを超えた。しかし急速な経済発展は不均衡を生み出し、環境汚染問題などが深刻なものとなった。IMF と 世界銀行は中華人民共和国が2025年から2030年の間にアメリカを超え世界一の経済大国になると予想している。ありがとうございます。